メンバー登録を選んでいただいた方にはボーナスプランが8つも用意されています。ボーナスプランが8つも用意されています。ここに出ている8つのボーナスのうちですね、1番目のファーストスタートボーナスと2番目のワンプライスボーナスと、3番目のライジングボーナス、これがですね労働収入のような収入の形態になってきます。他はすべて権利収入です。他はすべて権利収入です。一つずつ説明していきますと、まずファーストスタートボーナスっていうのは、あなたが大事な方に紹介をした時にですね、発生するボーナスですね。こんな感じです。で、これは私が作ったのじゃないのね。まず、この上、この横系列、大パック、中パック、小パック、あなたがですね、大パックをお買いになったとき、中パックを買ったとき、小パックを買ったときっていうのはですね、この縦系列を見てください。最初のパックを買ったときの条件がずっと一生ついてきます。最初の、パックを買ったときの条件がずっとこれからついてきます。私はどのパックを買った方がお得なんですかねって言われた時に、私は迷うことなく大パックをおすすめします。大パックをおすすめします。そういった場合にですね、あなたが大パックをお買いになったとします。それを前提にしてですね、あなたが紹介した方も大体あなたとですね、同じパッケージをお買いになることが多いです。で、大パックを買っていただくとですね、ここに1000ポイント、ポイントがついてきます。中パックの場合は500ポイント、小パックの場合は250ポイントというのがついてきます。そして、この 25%、20%、15% というのがあなたに支払われる紹介料のパーセンテージになります。なので、あなたが紹介した方がエリートバリューパックで大パックをお買い上げになると、この1000ポイントの 25% があなたに紹介料として還元されてきます。あなたに紹介料として還元されてきます。1000ポイント 25% は250。250にドルをつけてください。250ドルがあなたに紹介料としてご苦労様でしたという意味合いを込めて会社から支払われます。今はですね、これ157円ってなってますけど、多分160円で計算してますとですね、大体、まあ、ここからあまり変わらない、約4万円。これがあなたに紹介料として支払われることになります。わかりますかね。それで、もしあなたが小パックを買ってたとしたら、この縦系です。そうすると、あなたが紹介した人が、いや、あなたと同じの私も買うわ、ってなったときに、小パックの小パックで、この欄を見ていただくっていうことになってきますけども、そうなってくると、先ほどのようにですね、計算してみますと、あなたに紹介料として戻ってくるのは、約6000円になってきます。で、ここで言いたいことっていうのはですね、同じ労力で、これだけの金額の違いがあるんですよっていうことをまず認識しております。だからといって、絶対に大パックを強引に進めるっていうことじゃないですよ。だけども、そういう説明も、理解しておく必要があるんだという意味合いで説明をしています。で、まず、あともう一つ、ライジングボーナスっていうのがありまして、ライジングボーナスっていうのは、あなたが一月の間に3人以上を紹介をしたとします。その場合に付けられるボーナスのことをライジングボーナスっていうふうに言うわけですね。で、ここにあなたがいるとします。で、あなたが紹介した人が3人出ました、一月にね。で、その方それぞれがあなたの同じものを買うわということで、この方も大パック、この方も皆さん大パックを買っていただいたとします。そうしますと、ここにですね、ボーナスの基準として、バリューパックをお買い上げになった場合は1シェアなんだと。で、中パックは2シェア、大パックの場合は4シェアとなってきますね。まあ、ポイントというふうに、名称を切り替えても考えてもらっても結構です。で、1つのポイントに対して2000円から4000円の計算になってくると見てください。1つのポイントに対して2000円から4000円の換算になってきます。そうなってきますと、
4シェアの場合は、まあ、4000円で計算すると四死16、1万6000円、あなたにライジングボーナスとして付与されてきますよという、こういう計算になります。なってきますと、123で ×3 になるわけです。だ1万6000円 ×3 で約、まあ、4万8000円、5万円ちょっとなんですね。それがライジングボーナスとして。夢があるんだったら、それ私興味はそれも欲しいわってなった時に、同じものをお買い上げになったとします、プラスアルファでね。そうした時に、これもコスメの大パックを購入したとします。そうしたとしたら150ドル150ドル150ドル、これがつくわけですね。そして先ほどのライジングボーナスがついて、全部計算しますと今のレートですと大体24万ぐらいになっていくわけですね。こういう買い方、こういうおすすめの仕方をですね、いつも頭に入れておきますと、あなたが買った大パックの金額がタダになって、ゼロになって、タダで手に入るっていうことになってくるわけです。足しますとですね、普通のボーナスがプラスでアルファで1つ増えますよ。で、6スターまでの流通量に達すると、2つまた新たにボーナスが増えますよ。で、8スターまでの流通量に達すると新たにまた1つボーナスが増えますよっていう、ボーナスだらけになってくるんですね。どん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 体力がアップしていくことですね。こういうことを言ってるんですね。4段目の方は 6%、 こんな感じでですね、こう決まってくるんですね。1スターの場合は1段目の方から、この決まりに従ってパーセンテージに沿ったポイントが、金額が月にあなたに戻ってきますよということになってくる。そして両方合わせて1000ポイント1000ポイント、250250で合わせて2500ポイントになっていくわけですね、流通量が。そうなってくると、ここ見てください、2500ポイント流通量が達するとあなたはその時点で2スターですよということで、この方も2500ポイントを達成したとします。で、合計すると5000ポイントになるので、5000ポイントを見ていただくと、5000ポイントの流通量を実現した方は3スターということで、あなたは3スターですよと。で、ここで月収っていうのは、目安としてはだいたい5万円、主任であるとかですね、係長代理とかですね、こういうような位置づけになってくるんですね、会社でいうとですね。ということで、ここでもですね、1万ポイントが達成されると、流通量1万ポイントになってくると、あなたはここで自動的にも4スターになってきますよということになります。で、この方の月収っていうのは約10万円ということですね。で、ここにレック数っていうのがあるんですよ。最小レック数っていうのがあって、ちょっと字がちっちゃいかと思ったんですけど、ここから3ってなってくるんですね。で、今までは2なんですよ。ここから3になってくるんです、ずっと。で、何かっていうところでも分かるように、3つのグループを応援してあげてくださいね。3つのグループを応援してあげてくださいねってことなんですね。まんべんなく応援してあげてくださいっていう意味合いのことを言ってるわけです。1つの偏ったグループを応援するんじゃなくて、3つのグループをまんべんなく応援してあげてくださいねっていうことを言ってるんです。それが1つの条件ですよってことですね。で、6スターになってくれますと、大体の月収の目安っていうのは50万から80万。セブンスターになっていくと、大体ここからも月収が100万になってきて、くるわけです。しっかりしたもう本当に重役の報酬になってくるわけですよね。いうことで、これがまあ一つの権利収入ということの、まあ、説明なんですけども、まずもう一つはですね、マッチングボーナスプールっていうのがあってですね、これがすごい機能ではあるんです。で、ここにピザを切ったような形が見えてくるんですけども、これが一つの説明の形で使わせてもらっているんですが、これ4っていうのは4スターからです。4スターから新たにボーナスが増えますよっていうことのを表したんです。で、会社に勤めていた時期のボーナスを思い浮かべてください。だいたい主任から始まり、係長代理、正の係長、課長代理、正の課長、そして部長、常務、専務、こうなっていくわけですね。普通だったらば、自分の役職のボーナスしかもらえない、これは当たり前ですよね。で、4番目、この4スターっていうのを主任に見立てましょうと。で、5番目、5スターを、係
係長代理、して6スターを課長代理で、もろもろついていくわけです。で、まあ、7番目が課長だとしますね。で、あなたが課長だったとしたら、7番目、セブンスターの、ボーナスを、ボーナス時期もらって、はい、おしまい。こんな感じですよね。ところが、このボディープロのボーナスっていうのはそうじゃなくてですね、係長代理のあ、主任のボーナスももらう、係長代理のボーナスもいただきます。正の係長のボーナスもいただいて、課長代理のボーナスもいただいて、そして自分の課長としてのボーナスもいただける、こんなようなボーナス体系になっているんです。わかりますね。これ普通はですね、例えばどん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 増えていって海外にまで飛び火していくっていうことが十分考えられるんですね。っていうのは150カ国を目論んでこれから世界展開になっていきますので、日本から離れていって例えばマレーシアに行くだとか中国に飛び火しただとかヨーロッパのどこかの国に飛び火しただとかいろんなことを考えられるわけです。で、一つの国でだいたい資産が出ているのは一つの国について100億円、こんなような資産も出ているということがあります。なので、ここにですね、あなたのグループの全体の流通量が1億円だとしたら、そこにかける 2% の200万円というのが毎月あなたに振られてきますよ、戻ってきますよと、こんなボーナスなんですね。これエンドレスボーナスとも言われていて、どこまでの掘り下げていってもそこからボーナスっていうのが発生してくるんだっていう、そういうボーナスですね。で、これ実は事業家の方がですね、かなりここに気づかれて動いている方っていうのもですね、いらっしゃって、もう世界的にその権威に認められていて、で、やっぱり健康に基づくこと、そしてミトコンドリアを増やすっていうことができる世界でただ一つの技術であるっていうことがあるのとですね、で、あとこのボーナスっていうとを考えたときに、これって自分が取り組んでいる事業にも大きくなる可能性あるよね、そう感づかれる経営者の方もですね、たくさんいらっしゃるということで、ここに魅力を感じていらっしゃる方っていうのはですね、すごく多いというふうに聞いてます。で、もう一つこれは、冒頭にも申し上げましたけども、ネットワークビジネスに対しての色眼鏡の一つです。ネットワークビジネスさあ、後から入った人が損する仕組みって聞いてるよだとか、あるいはネットワークビジネスってさ、先に入った人のために働かされるようなもんじゃないのって聞いたことあるよ。なんかいわゆる上納金みたいなことなんじゃないだとか、私もそう思ってました実は。で、私の知り合いもそうでした。なんかいくら働いても、いくら人を紹介しても、いくら契約にこぎつけてももらえる金額ってビビたるもんで、なかなかうまくいかないんだと。だけど人前に話すときにはいかにも成功しているような口ぶりで話してちょうだいねっていうことを上の人から言われるんですよね。そんな話ないよねって話なんです。で、ここで言うのはですね、一番最初には私もこれはお母さんというふうに言わせてもらってますけども、お母さんがある方から聞いた。で、それいいよね、だけど人に話すのは本当に到底自信ないので、私は私が使ってるだけでいいわという判断をしたとします。で、この方は娘さんに話しました。で、娘さんがいざ共感して、それすごいよね、私も友達に話してみようということで一生懸命話した。で、その流通量が4スターまでになって認められた。で、この娘さんは月に10万円の収入が発生してますよね。で、この方はこの方にお友達に紹介した、紹介したお友達はものすごい共感して、これだったら私はもう困ってる人もたくさんいるし、伝えたい人たくさんいるわということで、この娘さんにももっともっと頑張った。そしてセブンスターまで行ってしまった。こんな話よくあるんですけど、で、セブンスターっていうのは先ほどもちらっと申し上げましたけども、月に大体100万から200万の収入の目安なんだよっていうことなんですね。で、この方がですね、このお姉さんに紹介をしたところが、この方は例えば経営者とする、経営者の中にみんなに話した、一生懸命話した。そしたらもう見極めて10スターまで行ってしまったということになってきますと、10スターっていうのは
大体1000万、月に1000万、これ数億の単位なんだよ。収入がね、すごいですね。で、いうことで、言いたいことは何かっていうと、この一番末端の、この経営者と思われる女性は、このお母さんがいなければ出てこなかったはずだけども、だけども、このお母さんがたくさんもらっているわけではない。この仕組みからすると、この方は、このお母さんは、愛用者でしか参加してないので、毎月もらえるのは、この娘さんが何かを買った時にもらえる1000円しか入ってこないよと。だけど、一番この下の方、末端の方っていうのは、1000万か数億手に入ってるんだよと。あるって言われてます。4000社あるって言われてます。その中でも日本で売り上げが400億円を超えた企業っていうのは、4つしかないっていう。それがアムウェイさん、ニュースキンさん、ニューウェイさん、フォーデンさんだったと。みんな同じ曲線をこのように描いてます。全部そうです。さあ、じゃあポリプロサプリメントだったらどうなのって言った時にですね、若返る、ダイエット、そして綺麗になって、社会貢献にもなって、権威に認められて、しかもこれからだよ。150カ国に展開していくこれからだよ。みんなが世界中待ち望ん、健康を待ち望んでいない国民などいないわけですね。そこにど真ん中にコミットしていくわけです。なので、さあこれからどうなっていくでしょうかっていうことなんですね。今はまさに導入期なわけです。導入期のうちにですね、努力っていうのは、1の努力が1万の結果に結びつくっていうことが往々にしてあります。なので、仕組みを作るまでには、苦労が多少は伴うかもしれませんが、できてしまったらあとは流れていくだけです。その仕組みが機能してくれていくわけです。ということで、導入期、今は導入期、これから世界150カ国に展開していきます。これが世界中に広がっていって、そしてその時に初めてそこで、やっぱりあれってすごかったんだよねっていうことが分かったとしてもですね、この時点で安定期になったところで1の努力をしても、もしかしたら1の結果につながらないっていうこともあるかもしれませんね。もう、検証されていますよなんていうこともあるわけです。実際今起こってます。私も健康産業にお世話になっておりますが、ニュースには出ない新聞も、私はニュースは見ませんけども、報道されていない事実がたくさんあります。実は本当にがんというのは今どん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 増えてます。で、がんなんだじゃなくて川護がんってありますよね。かかったと思ったら亡くなってたっていう方いませんいませんかって話です。あとは糖尿病、予備軍を超えて2000万人以上もう今控えてますよ。医療費は40兆円超えてきますよ、間違いなくね。そんなもんじゃ収まらないですよっていうこともこの中に叫ばれてます。少子化どうするの、年金問題どうするの、年収200万円か当たり前だよ、貧困家庭が6人に1人になってきてるよ、生活保護に対してですね、これも歯止めくようなものではないよ、失業者というのもどん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 増えてるよ、単身世帯っていうのもどんどん増えてますよ、結婚なんか全然興味ないよっていう人もいっぱいいるじゃないですか、いうことも一つの世界情勢としてあるわけです。日本に発展したとしても、やはり、自分たちのその健康に関わるヘルスケア産業というのはですね、そこから廃れていくっていうことは絶対ないです。10年後の世界をそうしてもですね、これだけの規模のお金が動いていくだろうというふうに、市場規模として出されているわけです。なので、どれだけ、ヘルスケアについて、知識を深めていくのか、あるいは研究を進めていくのかっていうことの会社はやっぱり伸びるでしょうし、その市場規模っていうのはどん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 伸びていくっていうことはもう当たり前の話で、それもそうですし、あとは自体の流れ、健康に関して、あるいはミトコンドリアっていうものがですね、減るばかりだったのが増えていくんだというものに対して、おお、気がつかないものは振り向かないものはいらないわけです。あとはプランの、先ほどお話ししましたけども、プランが充実しているということですね、汗をかいたものが損をしないっていうようなプランが出来上がっています。そして世界展開、市場の大きさってのはもう世界規模です。世界規模ですっていうのは健康に関する、事業だからです。あとはタイミングってさっきも導入期っていうと話しましたですよね、っていうこともあるので、まず若返って綺麗になって、社会貢献にもなって、経済的にも豊かになるっていう可能性をどん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 増やていってですね、そしてみんなで健康になっていて、やりたいことができる、そして自分の夢が叶っていく、いうことで、この
事業に関わっていく、あるいはサプリメントに関わっていくっていうことをですね、これからの自分流のライフスタイル、もう一回考えてみるっていうことをですね、時間として取ってみてもいいんじゃないでしょうかっていうことを、ここで改めてご提案をさせていただくっていう話で